広東省仏山市のショッピングセンター前にある駐車場で、1月4日午後、ビルから落下した木が、車のサンルーフに突き刺さる事故が起きた。このショッピングセンターを通りかかった人々は、車を見つけると記念写真を撮影していた。近寄ってみると、サンルーフのガラスは粉々になり、車内には、木の葉や泥などが散らばっていた。この建物は、5階以下がショッピングセンター、6階以上は住宅になっている。車に落下した木は、6階のベランダに置かれていたものだと思われる。作業員によると、午後に、数人で、6階のベランダに置かれていた木を剪定していたが、手が滑って、木の幹が駐車場に止められていた車のサンルーフに突き刺さってしまったという。